今日はどうもありがとうございます。3時間の映画長かったと思いますが、本当ありがとうございます。この映画の放送30年になりますけど、成田地域からお話しますと、そうですね、僕今58歳で、1980年ぐらいに立ちだったんですけど、まあ、ギロチン社のそうですね、を題材にした小説や映画っていうのは僕がその頃出会った中で結構いっぱいありまして、例えば小説家の高見純さんが書いた小説で嫌な感じっていう小説があるんですけど、それはギロチン社がですね、それも架空の話なんですけど、この映画のように様々に処刑されたり牢に入ったりするんですけど、その中で生き残りが一人いて、その生き残りがですね、昭和の少年、どんどん戦争に日本が巻き込まれていく中で、浅草を舞台にして、いろんな出来事があったりするっていう小説が嫌な感じっていうのがあったりしました。あとバロン吉本さんの住居伝という漫画があるんですけど、その中にもアナキストが出てきて、ギロチン社風の人たちがいっぱい出てきたりとか、熊代辰巳さんの宵待ち草という映画があるんですが、それはもう長谷川和彦さんが脚本を書いてですね、まだ助監督だった頃なんですけど、高橋洋子主演で高岡健二がギロチン社のアナキスト風なことをやったりしてまして、割と僕が二十歳ぐらいの頃にそういう映画とか小説とか漫画とかであったりして、何となくは知ってたんですが、ちょうどそうですね、僕は26の時、東京に出て助監督、ピンク映画の助監督を始めるんですけど、ちょうど滝田洋次郎さんがまだ日活ロマンポルノを撮った頃で、滝田さんの助監督とかもしたことあるんですが、ちょうどその頃ですね、僕の友人がブルータスという雑誌があるんですが、それの記事をですね持ってきてくれたんですね。それでそこにはショーズ・ベンという詩人の人がですね、中浜哲、東出君がやってる中浜哲について詩人の側面から書いた文章が載ってました。で、ちょうどそれが86年の頃だったんですけど、なんでショーズ・ベンさんはそういうことを書いたかっていうと、その中にも触れてたんですけど、東アジア反日武装戦線狼という三菱重工爆破事件が74年に行われているんですが、それの死刑判決がちょうどその時に、その年代86年に出るような時期で、まあショーズ・ベンさんとしてはそのことも含めて、まあ同じ、テロル的なことをやったアナキストグループとして関連付けてですね、その文章を書いてたのが覚えてるんですが、まあそれからいろいろ調べ出して、中浜哲が古田大二郎にですね最後に送った短歌っていうのがあります。二人ともこの映画の中で、最後に語られているように、死刑判決で処置されてしまうんですが、まあそれは、そもそもなんで死刑までなったかというと、中浜哲も見ても分かるように企業を脅してお金を巻き上げてるぐらいの、まあ、たかが知れた罪なんですけど、なんであそこで死刑までになってしまったかというと、まあ、どうやら裁判中にですね、俺は摂政を暗殺しようと思ったんだと、計画したんだと、そういうことをこう、まあ、いろいろペラ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 縛られてしまったんですね。でそれでまあこういう輩は生かしておくにはいかんというようなことになって、死刑に判決を下されたというような話があります。隠された大逆事件とも言われてるんですけど、で、まあ、古田大二郎の方が先に、まあ、殺人罪ということで、死刑を行われるんですが、その時中浜哲が獄からですね、亡くなった古田大二郎に、まあ、短歌を送った、まあ、電報のような形で短歌を送ってるんですけど、それが菊一輪ギロチンの上に微笑みし、黒き香りに、黒き香りを遥かに忍ぶという短歌でした。まあお別れかと思うんですけど、菊ってのはこの場合は、まあ、天皇陛下のことをこう指してるんだと思うんですけども、そういうその詩というか短歌を読んだ時に、まあ菊とギロチンというタイトルがまあひらめいてですね、ちょうど僕が20代半ばぐらいだったんですけど、なんか、映画にしたいなと思ってたんですが、やっぱりこう見てお分かりのようにこうギロチン社っていうのは非常にですね、こうまあ
トンチは聞いてるんですけど大したことはできてないんですね実は、失敗ばかりしてて、ただその思いはこう何かを世の中を変えたという思いはすごくあったんですけど一般の人に見たよりはなかなかこの思いが伝わらないんじゃないかなというところで、で1990年に板間明子さんというですね、ルポルタージュを書いている女性の方がいるんですがその人がプロレス少女伝説という本を出しました。当時カントリーしのぶとかそういう女子プロレスラーのですねインタビュー集だったんですけど僕はプロレスが好きでですね、この本を読んだんですけどそこに女相撲が女子プロレスの元祖として、昔あったと、そういう記述があってそこに割と詳しくいろんなことを書かれてたんですが、まあ、そこで、この映画の中に出てくる当時はやっぱり家父長制度がすごく特に農村部にはこうは広く行き渡っていたので、息子たちはまあ重宝がられるんですけど娘さんたちはどうしてもこう虐げられてしまうと、女工になったりとか、まあ、末は釈夫になるとかそういうような生活しかなかったと、でそれでそういう人たちがこう女相撲を見てた時にですね女もこんなに強くないのかと思って家で同然でついていって、女力士になったもの多々ありみたいなことを書いていて、実際にその後いろいろ調べてもそういう人々が結構いたらしくてですね、そこになんかこう女性たちがこう、なんか自分を変えるというかそういう社会をこう強くなることで打ち壊していくみたいなそういう心意気みたいなものですねすごく感銘を受けて、この女相撲とアナーキストをですね合体して、フィクションでありますけれどもなんか出会わせることで新しいドラマが組めないかなと思って、脚本を書き始めたのがちょうど1990年代の前半になります。それからいろいろ脚本を書き換えていって、まあ、いつか作りたいなと思ったんですがまあみんな女相撲の方には興味を持ってくれるんですけど会社のプロデューサーの人たちもただアナーキストの方はですねどうもいかんわけですね、うん、この、まあ天皇暗殺とかこう言ってますし、うん、正義マスターとか出てきますしなかなかこうお金を出してくれないわけであってでまあまあそうこうしてるうちにこう東日本大震災が起こってですね、まあ、日本もこうすごく特定秘密保護法とか共謀罪とかできるようになってなんかこうどうもこう僕たちのこう自由っていうかどんどん悪い方向に向かっているのではないかと自由がどんどんなくなっていっていく世相になっているんじゃないかとそういう中でなんかすごく関東大震災以降にですねこうどんどん戦争に突き進んでいく時代となんかリンクしているような気がしてなんとなくもう一回ですね関東大震災直後の歴史を調べ直して、それでまあ、朝鮮人虐殺や自警団を組織してたのが在郷軍人会であるとそういう歴史をもう一回調べ直してですね脚本を書き直したわけであります。ギロチン社について映画の冒頭では大阪から始まってますがこのギロチン社というのはもともと東京でですね足立の千住の方で意見を借りて共同生活をしていたんですけど略をこうやってたわけですね。でそのうちこう、まあ、警察から狙われるようになって東京ではどうも生活というか略もうまくいかなくなったので、ちょうど震災の年の7月ぐらいにですね大阪に、まあ、逃げてきたというかそこで、こういう生活をしてた時にちょうど大震災が起こって大杉栄さんが虐殺されるという出来事が起こったというのがまだ前提としてあります。ちょっとその辺は詳しく映画では触れてないんですけども、まあそういうようなですね、ことと実際にこうその後古田大二郎と中浜ですが映画の中で、東京行くんだと言って、海沿いの別荘地に行きますが、まあ、すごく田舎に見えるんですけどまあちょっとなかなか再現がですね難しかったのでうまくいか、再現できなかった部分はあるんですけど実はあれは船橋のですね、千葉県の船橋ってとこに、海楽園という海水浴場があってそこの別荘地に彼らは、隠れるように住んでると。なぜなら東京に行ったけども東京はもうがれきの山で住むことができなかったので近くに住んでたという
事実があります。で、那覇市の近くにですね、習志野の駐屯地、陸軍の駐屯地があって、そこでは実際に、この史実的にはですね、この映画の中で語られているような朝鮮人虐殺が、その士官の中で行われていたと、在郷軍人関係の人たちが話しているような、こう、軍から払い下げがあって、お互いにこう 見せながら切っていったとみたいな話も実際に資料として残ってました。そういうものを結びつけて、もう一回書き直したのが東日本大震災以降です。で、そうこうしているうちに、まあまあなんとか、いつまで金がないない言ってても仕方がないので、ホームページにですね、出演者募集、出資者募集というのを立ち上げまして、まあ作ろうということにしました。で、赤松彦三さん、このタイトルを書かれた赤松彦三さんに、もう映画を作る前から題字を書いてもらってですね、それをキービジュアルみたいにして、予告編を流してですね、金がないみたいな予告編を出してですね、いろんな映画館にかけたりしてたんですね。で、まあ出資者は最初ほとんど集まりませんでした。でも出演者は700人ぐらい応募があったんですね。それで、オーディションですね、ちょうど、撮影の年の撮影 は秋に撮影したんですけど、春にゴールデンウィークに、まあこういう映画ですんで、自分が知ってる人と有名な人以外は全部会おうということで、500人ぐらい1週間で会ったんですけど、それで、まあ、だんだん決めていきました。で、この映画になってる菅花江さんと山田真帆さん、小桜って言われてる山田真帆さんは、まあホームページを立ち上げた時点で、まあぜひ出たいということで、直接メールみたいなのが来たので、まあそれで、出ていただいてます。で、佐藤浩市さんの息子の菅一郎、古田大臣をやってる菅一郎ですけど、彼もオーディション参加グループです。最初から参加してくれました。そういう中で、まあオーディションで決めていった人たちと、まあ、東出君はどうやら、この時期スケジュール空いてるらしいと。で、山田真帆さんと同じ事務所だったんで、ちょっとお願いしてみたらですね、本人大いに乗り切るということで出てくれるようになりました。内緒ですが破格のギャラ、安いギャラです。まあそんな感じで、作りました。で、まあ出資者の方もですね、僕の知り合いを中心に徐々に集まっていって、まあまあ、自分自身も出資してますが、この映画の半分ぐらいの額はそういう一般の方々のお金が集まったおかげで完成することができました。まあまあそんな感じでこう作っていったのが、このギロチン社と女相撲を合体した聞くとギロチンという映画です。まあ自分でこういう改めて考え直すと、この映画の作り方自体がそういう、こう人々の、一般の人たちのお金を集めて作らせていただいたのと、まあそういうオーディションというような形でこう広くいろんな方たちの出演を頼んで買うて、作っていったと。当然東出君もこの映画がすごく、そういう意味ではこう全員野球な映画だということをすごく分かってくれてですね、まあまあこう役者の間にもこうヒエラルキーみたいなのは全くない感じでこう撮影することができたと思います。撮影は京都と滋賀県でですね、全部撮影してます。約3週間で撮影しました。海が出てくるのは日本海の方です。実は舞鶴や京丹後市、そういうところの日本海の海が実は映ってます。で、一部最初ギロチン社が歩く大阪の街なんかは京都の撮影所内のですね、普段は時代劇を作るようなセットをですね、ちょっと加工して、大正風に見えるようにですね、なんとか見させてですね、撮影したりというような形でやってます。で、まあ、美術の監修の中に坂東正夫さんって、まあ、今92歳ぐらいの方がいらっしゃるんですけど、その方はもう羅生門とかの美術をやった方らしくて、面白いのはですね、こういろいろ説明するときにですね、こう地面にですね、線で描くんですね。で、もう紙に描かないっていうか、もう地面で線で描いてプスル消すんで、みんなこう大慌てしてたのがすごく覚えてます。
まあまあそんな感じでこう向こうのですね、京都のこう伝統的なスタッフと、僕ら東京から行ったこうまあ、今の映画を撮ってるスタッフとの合体というかそういう混成チームでした。ただあの京都の方たちはやっぱり普段どうしてもルーティーンの時代劇とかドラマとかそういうことにの仕事が多くなるので、この妙な話をですねすごく興味深く思ってくれて、すごくこういろんなアイディアを出してくれてすごく助かった覚えがあります。そういう意味ではこうすごくまあ寄せ鍋のようなですね、うぞうむぞういろんな種類の人たちが集まって、できた映画だと思います。まあ、作り方自体もまあそういう有名な人もいい、すごくこの映画が初めての人もいいみたいなキャストの集まりです。なんかそういうこう単一ではないこういろんな人々が集まって、いろんな種類の人々が集まってこうできた、中でそういうパワーがなんか結集されて、この映画の熱気みたいなものにこうつながっていったんじゃないかなとは思っています。まあ、今実際にこう世の中はすごくこうクリーンなものを目指すようになっているというか、すごく汚いものとかが排除されるというか、そういう世の中にすごくなっていると思うんですけど、もっとなんかこういろんなこう種類のですね、まあ、この映画館のようにですねいろんな種類こうガッとごったりのように集まっているような場がですね、本当はパワーがあるというか活気があるとかそういうふうに思ってますんで、ぜひですね、この映画ってのもそういうところから生まれたものだと思いますし、今後もですねこの映画をですね、ぜひ今日は本当にこのいっぱいの長吉年のテープで本当に、嬉しい限りなんですけど、明日も明後日もこっちしてお願いします。まあそんな感じなんですけど、はい。